Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So this is gonna be all Japanese bear version, so sorry about that, and please check out another English version. それでは日本語バージョンです。皆さん、トラベリングパンツシリーズっていう、映画、まあ、2作なんですけど、今のところ、まあ、3作目予定があるとかないとかいう話ですけど、ご覧になられたことはありますか？結構日本でも有名だとは思います。で、アメリカではもう大ヒットした映画で、で、もともと何冊にも分かれている本なんですね。だから、僕もほぼ全ての本を読んだんですが、本当に感動作です。で、映画と、まあ、原作はちょっと違ったりするんですが、どちらも素晴らしいです。で、本の方も日本に来てます。日本訳付きです。で、まあ、そのメンバーの中にですね、ブレイクっていう、まあ、セリーナ役ですね。オーゴシップガールでしてる子もいますし、それから、アメリカ・ファレラっていう、まあ、アメリカさんっていう、ね、女の子、女優さんが、このアグリー・ベティっていう、まあ、日本でもヒットしましたけど、このコメディのドラマにでも出てましたけどね、この人も出演しています。それからですね、アレックスっていう女の子もいて、まあ、彼女はもともとこのギルモアガールズっていう作品で有名になった、まあ、結構大女優でした、アメリカでは。日本ではあまり知られてないかもしれませんが、トラベリングパンツ以外で。でも本当に結構人気のある子でですね、まあ、僕と変わらない年ぐらいだったと思います。で、もともとトラベリングパンツよりももう何年も前からヒットをしてたので、ギルモアガールズは。で、まあ、もうゴシップガールと同じ頃になってですね、後から DVD が日本でも最初のファーストシーズンとセカンドシーズンだけ、これはアメリカバージョンなんですけど、輸入バージョンなんですけど、日本でも、日本語字幕付きが発売されています。で、これがファーストシーズンですね。で、セカンドシーズン、サードシーズン、シーズン3ですね。それからフォースシーズン、シーズン4で、シーズン5、シーズン6、そしてシーズン7、まあ、ファイナルシーズンですね。だから7年間続きまして、それぐらい有名な作品で、まあ、まあ、簡単に言うとシングル、若いシングルマザー、高校生で子供を産んだお母さんが、まあ、その後30前後になった時に、まあ、娘が16歳でっていう、まあ、そういう友達彼女でも親友で、友達家族親友でっていう、そういうのを描いています。で、その中での、まあ、いろんなラブストーリーとかもありますし、友情もあるし、もちろん家族ものだから本当に温かいですね。で、どうしても日本だとね、ゴシップガール僕も好きなんですけど、ゴシップガールとか、どうしてもビバリーヒルズ青春白書とか、どうしてもなんだろう、ちょっとお金持ちの人たち、リッチな人たちをメインに取り上げたドラマが日本ではこういうのってヒットしがちなんですけど、このトラベリングパンツに出てた、このアレックスの出てるギルモアガールズですね。このギルモアガールズに関してはもう、まあ、いろんな家庭が出てきて、で、まあ、彼女たちに、メインメンバーの彼女たちに関してはもうごく普通の生活なので、一般人ですね。で、結構アメリカではこういう普通の一般家庭のこう家族ものをっていうか、家族を描いた作品って結構人気があって、まあ、日本に来るのはどうしてもね、お金持ちが設定だったりとか、あと、まあ、アクションとか、サスペンスとかが多いですけど、実はこういうコメディとか家族ものとか、あと恋愛ものとか多いです。で、特にこういう家族ものとかコメディとか本当にヒットします。で、まあ、シーズン1と2は日本でももうレンタルもされてますし、販売もされてますので、よかったらご覧になられてください。きっと気に入るんじゃないかな。トラベリングパンツとかね、好きだった人よかったらおすすめですよ。でですね、今ちょっと終わろうとしたんですが、ちょっと忘れてました。このギルモアガールズですけど、まあ、シーズン1、2もちろん DVD 化してて、レンタルとかもしてるんですけど、まあ、販売もしてるんですけど、実はその日本でも、まあ、最近になってですね、続編がアメリカではもう爆発的な人気なので、4作出まして、でそれがネット配信されてるんですね。で、まあ、それに合わせて日本でも、まあ、そちらも来てて、実はこういう、他のシーズンですね、こちらも実は、日本語字幕付きで、放映というか、まあ、配信されてるので、まあ、よかったら気に入ったら全シーズン見てみるのもおすすめです。で、まあ、新しいシリーズも悪くはないんですけど、まあ、できればオリジナルの7シーズンズ、まあ、全部見てほしいですね。まあ、そんなところです。
Well, thanks for checking this out. Hope you guys have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye.